レモンバーム。それレモンバームっていうのよ。メリッサの別名がレモンバーム。薬用植物の一種、消化促進、滋養強壮、鎮静作用があり、頭痛、腹痛、発熱などを鎮める効果もある。言わなかった。香りはレモンと同じなのにね。本質は少し違う。メリッサは沈めるもの。レモンの香りはたぎらせるもの。レモンとメリッサ。ケン君、あなたはどっちなの？x=3x+3x(-9x) を微分すると f'=3x+6x-9 となり、これを因数分解すると3(x-1)(x+3) となるわけですから、ホタル、何言ってるのかさっぱりわからないな。
授業中に。じゃあ答えはいくつになりますか？うるさい。
そばにいるの嫌なの？はぁ！やっぱりさっきのわざとだったんだ！道端に呆然と立ち尽くすその姿はさながらビュリダンのロバのようであった。見るに見かねた私は女に声をかけた。何を悩んでいるのですか？悩んでいるのではありません。しかし泣いているじゃないですか。悲しいことでもあったのでしょう。悲しいことなどございません。悲しくないけれども泣くしかないのでございます。ならば笑いなさい。幸いならば笑うべきでしょう。あなたの涙は似合いません。
ずにします。起立。礼。取り終わってなかったのね。でしょ。ねえ、私最初の時間に言ったよね。私のする授業は世界中で最も無益で不毛なものの一つです。なのにケン君は
どうして授業を受けたりするの？真剣になって私の言葉に耳を傾けて、私の気づかないような些細なところまでチェックして、それが何かの役に立つとでも思ってるの？希望じゃないわよね。嘘。また嘘をついた。エン君は受験なんてどうでもいいと思ってます。私のセリフです。あなたは何も分かってないのね。ビュリダンのロバになるつもり？目に見えるものだけが真実じゃないのよ。わかる？私の言ってること。じゃあ、ケン君、あなたには今何が見える？この広い空の向こうに何が見える？
月は見えないの？目に見えないものをしっかりと見つめなさい。